さあ続いては情報ナビのコーナーです。今週は高崎映画祭の話題です。ゲストの方たくさんいらっしゃっていただきました。まずは高崎映画祭事務局の萩原健也さん、そしてボランティアスタッフの下田智美さん、そして後ろにはボランティアスタッフの皆さんにもね、今日はお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、もう第31回を数えるというね、高崎映画祭ということなんですが、はい、今日からということになりましたが、あの期間についてですね、萩原さんから教えていただきたいと思います。はい、はい、本日から4月9日まで16日間開催しております。はい、会場はどんなところでしょうか。はい、高崎市文化会館を中心に市内の5カ所の会場で開催しております。はい、もう本当に16日間ということで、本当に楽しみに、ね、されている方、ね、非常に多いかと思いますけれども、入場料などはどうなっているんでしょうか。はい、はい、1作品が1300円で、3作品の鑑賞できる券ですと3500円となります。また全期間通じて鑑賞できるフリーパス券が1万3500円で販売しております。なるほど、もう本当にこれはじゃあお得な感じですよね。そうですね、お時間許す方はフリーパスを利用していただけると大変お得に感謝いただけます。はい、ぜひこの16日間にですね、たくさんの映画にね、皆さんも触れていただきたいなというふうに思いますけれども、あのボランティアスタッフの下田さんにお伺いしたいんですけれども、はい、まあ、ボランティアスタッフということで、きっかけっていうのはどんなところからだったんでしょうか。はい、はい、私はこの世界の片隅にという映画がすごく好きで、その作品がこちらの映画祭で賞を取ったということで、はい、ぜひ裏方で支えたいなと思いまして、はい、初めて参加しました。なるほど、あ、じゃあその作品に魅せられて、はい、ボランティアとしてやってみようじゃないかということで、はい、実際ボランティアって結構忙しそうなイメージあるんですが、うん、どうですか。高崎映画祭はですね、はい、ボランティアスタッフは各自おのおののスケジュールに合わせて自由に参加できるので、まあ、特に忙しいこの授賞式とか、はい、そういった時にはできるだけ都合をつけますが、うん、それ以外は全く自分の生活に支障なく参加できるので、はい、安心して優しい仲間たちと一緒にやらせていただいてます。はい、あ、じゃあもうこれ至福の時ですね。そうですね、下田さんにとってはね、初めて知って、そうですか、とても、楽しいです。なるほど、そんな下田さん、当然先ほど受賞作品という話があったんですけれども、下田さんがやっぱりおすすめなのはきっかけにもなった、はい、この世界の片隅です、ね、これはどんなところに一番惹かれたんですか。ですね、私しばらく映画は見てなかったんですけれども、インターネットでちょっといろいろその紹介されてて、うん、ぜひ映画館で見てた方がいいということで映画館に見に行って、うん、帰りに原作の本を帰って、それから何回も見てしまいました。あ、何度も見てしまうぐらい、はい、東京の方にも行きました。あ、そうですか、はい、それだけじゃあ本当に心に響いた映画ということなんですね。はい、そして萩原さん、受賞作品についてもちょっと教えてほしいんですけれども、はいはい、先ほどお話に出ました、うん、この世界の片隅に、うん、他に、湯を沸かすほど熱い愛、はい、その他9作品が受賞作品となっております。はい、そして期間中なんですが、上映作品はどれくらいになるんでしょうか。そうですね、はい、受賞作を含む洋画邦画バラエティに富んだ作品が59作品上映されます。はい、そうですか、そんなにたくさんね映画が上映されるということなんですが、萩原さんも事務局ですが、はい、おすすめの映画っていうのは当然あるわけですね。はい、はい、受賞作品でもあります、うん、湯を沸かすほど熱い愛、はい、この映画を見まして、うん、大変興味を魅了されまして、うん、どのあたりにこうぐらっとこう心が許される。そうですね、まず主演女優の宮沢りえさんの演技が素晴らしく、はい、迫真ある演技に引き込まれました。うん、で家族愛というものをまた改めていろんな角度から考えるきっかけとなりました。女性の方はかなりこう涙をポロポロ流すというようなね、そうですね、そんなね作品にもなっているということですけれども、そんな中で高崎フィルムコミッション協力作品というのもあるんですね。はい、これについてもちょっと教えていただけますか。はい、はい、今回も上映します64他ですね、高崎フィルムコミッションと提携しまして、映画のエキストラ、
ましてはその撮影の現場のボランティアとか、はい、様々な形で映画というものの作成に関わっております。お、今ご紹介のあった、はい、その64とかそういったものも今回は見られる。はい、なるほどね。そしてですね、やっぱり何といっても授賞式がね、はい、もう本当に最高なんですけれども、あの授賞式は3月26日日曜日ということで、こちらもかなり期待されている方多いでしょうね。楽しみされている方ね。そうですね、来場いただけるゲストも大変豪華でして、うん、豪華です、はいはい、もう決まった方で言うと、はい、斉藤匠さん、はいはい、さらには三浦友和さん、はい、幅広い世代の女性に人気のある方々がいらっしゃいます、うんね、そして男性にはなんと、はい、モンさんが、はい、来てくださいます。決まりましたからね、はい、本当に豪華な顔ぶれでございますので、まあ、この授賞式3月26日皆さん注目いただきたいと思いますが、あのその他のイベントに関してなんですけれども、どうやらこう参加型のイベントもあるということで、はい、ちょっとここ詳しく教えてほしいんですけども、はい、はい、そうですね、あと4月2日にシン・ゴジラという映画を上映するんですけども、はい、その午後にですね、はい、映画塾というものを開催しまして、緒方監督が、はい、この特撮映画についてさまざまな角度で教えていただけると、この特撮映画好きの方にはたまらない企画となっております。あ、じゃあ結構その映画の裏みたいなものが教えていただけるという感じになるわけですか。はい、そうですね、はい、その他にもですね、はい、あの映画を上映する会場のバックステージツアーというのがありまして、あの見るだけじゃなく映画を流す現場というものを体感できますので、さまざまな方に参加していただければ映画の楽しみ方が倍増するんじゃないかと思います。これじゃあ当然その映画の裏側をかなりこう見て回れるというようなところでしょうかね。そうですね。あ、なるほど。こういったイベントなども行われます。まあ、その他はまあシンポジウムですとかね、コンサートも行われる充実した内容となっております。まあ、今回はボランティアスタッフということで、後ろの方々ねそれぞれこうおすすめの、作品もね、ポスターでお持ちいただきましたけれども、それぞれやっぱり萩原さん映画個性的な作品もあれば、はい、もう涙するような作品もあったり、はい、まあ、ズドンと心に、ね、響くようなものもあったりとかありますけれども、はい、やっぱりそのあたりで楽しみにされている方多いでしょうね。そうですね、はい、さあ、高崎映画祭なんですけれども3月25日今日からでございます。4月9日日曜日までの16日間となっております。高崎市文化会館それからシネマテイク高崎など会場に開催されることになっております。上映スケジュールなど詳しくは公式のホームページをご確認いただければと思います。さあ最後に、萩原さんこの高崎映画祭について PR をお願いいたします。はい、はい、地元高崎で邦画洋画さまざまな作品に触れられるチャンスです。ぜひたくさんの方にご来場いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、そして、ボランティアスタッフの下田さんからも PR をお願いできますか。そうですね、やはり授賞式が、うん、とりあえず最初の最大 の祭典なので、その後約2週間にわたって、5会場で59作品上映されますので、ぜひご来場ください。はい、まあ、本当にあの映画に出演されたね、まあ、豪華俳優陣の方が、まあ、どういったことを語ってくれるのかっていうね、まあ、そういった裏話もですね、ぜひ皆さん注目いただきたいと思います。高崎映画祭は今日から4月9日の日曜日まで16日間にわたって行われます。上映は59作品ということですから、期間中ぜひ皆さんたくさんの映画にね触れていただきたいと思います。今週の情報ナビのコーナーは高崎映画祭について事務局の萩原さん、そしてボランティアスタッフの下田さんをはじめ後ろの方もねご登場いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。